サンホセデルモンティは、フィリピンのチューブルソン地方のブラカン州の都市。南に、カローカントケソン、東にロドリゲス、西にサンタマリアと、マリラオ、北に、ノルザガライと接する。2010年、の人口は約45.5万人で、フィリピンで20番目に大きい都市だった。サンホセデルモンティの地名は、聖ジョセフから来ている。1896年、 フィリピン独立革命が始まった。スペインへの反乱の中で、街はカティプナンとスペイン軍の戦闘の舞台になった。革命軍は敗北し、街は破壊された。住民は近くの街に避難した。1898年、米西戦争でアメリカが勝利し、フィリピンの支配者はアメリカに変わった。1899年、アメリカとの間に米比戦争が起き、 フィリピン第一共和国が樹立した。1902年、フィリピンはアメリカの植民地になった。公立学校が開校されたが、人口が少ないために4年生までしか通えなかった。1941年、第二次世界大戦で日本がフィリピンを征服した。街にはフィリピン人ゲリラが多く潜伏した。1943年、フィリピン第二共和国が独立した。 1945年、アメリカがフィリピンを再征服した。1946年、フィリピン第三共和国が独立した。1948年、新政府と福原ハップが内戦を開始した。1950年10月10日、福原ハップが街を空爆した。1951年3月21日、福原ハップが再び街を空爆した。 現在では、州の工業地帯の一つになっている。ありがとうございます。